どうも、花田研究室 M2 の花岡花尾です。はい、今回はもうとある大学に、出張に来ました。で、事の経緯を話すと、何発表なんですかね。中間発表ね。あ、そうそう、まあ、各々の研究をパワポにまとめてね、まあ、そこでみんなの前で発表するっていう機会があるんですけども、今回、その伊藤先生がね、よかったら花尾くん、秘密裏に発表しませんかというね、まあ、提案をいただきまして、今回ね、今はるばる長谷さんじました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ということで今回もやりたい企画はですね、花尾がいきなり通る大学の研究室発表にちゃんとしっかりした研究内容を持ち込んで発表するドッキリー。イエス。今回は僕はもう生徒に混じって、もう完璧な研究内容を仕上げてきたんで、まあ、それをね発表したいと思います。バレへんと、初手バレやと避けたい。さすがにね、今回ほんま笑いなしとか、もうめちゃくちゃ真面目に発表します。はい、というわけで、めぐりたまてもウィズ卒だロンロン王国。よくできました。平です。今も平です。平一世です。この鼻声絶対気になりますよね。それでは入りたいと思います。プリンターの開発を行っていきたいと思っています。これによって 3D プリンターの材料費が削減、オブジェクト生成時間の短縮が見込まれます。はい、というわけで、青学の、皆さんの、発表終わりで、まあ、実はですね、今日僕の阪大時代の学生さんが来ていて、まあ、せっかくなんでちょっと発表したいと、まあ、これまでね、中間発表ということは結構硬い雰囲気だったんですけど、まあ、彼ちょっと発表したいということで、まあ、阪大の平君というか、まあ、M2 なんですけどね、発表したいということで、発表してもらおうと思いますと。それでは、大いお茶に学ぶ AI 接客ソリューションというタイトルで、大阪大学の情報知能工学専攻の、花田研究室平一世が、発表をさせていただきます。よろしくお願いします。まず研究背景といたしましては、まず昨今コロナによって対人機械の接触の削減というものが求められております。この2つの問題を解決するために、我々の研究室では AI ロボットの接客というものを導入することによって、これらの問題を解決しようという試みを行っております。で、行動経済学者のベンダール・ガンネスという人がいるんですけれども、人は物を買うのではなく、言葉を買っているのであるという、言葉がございまして、この言葉にね、近年、我々着目しておりまして、その言葉の最も、初歩的なものとして挙げられるのが呼びかけ語というものでございます。はい、で本研究では、この呼びかけ語で、この実験その1といたしまして、多いお茶に見る、購買率増加実験という、多いお茶に見る、購買率増加実験、多いお茶に見る、購買率増加実験、多いお茶に見る、購買率増加実験というものが、挙げられます。皆さんもご存知の、飲料だと思うんですけれども、こちらはですね、まあ、日本の代表的飲料である多いお茶の、この多いという呼びかけ部分があると思うんですけれども、こちらをですね、様々な言い方に変えることによって、顧客の購買率がどのように変化するかというものを評価するという実験です。
で、その呼びかけ後のサンプルなんですけれども、こちらです。で、まず本家の多いお茶というものがあるんですけれども、全9種類、用意しておりまして、まあ、弱呼びかけから強呼びかけというものが、あるんですけれども、まず強呼びかけの方からいくと、やーいお茶、で、チュイースお茶、コラお茶ということで、まあ、少し強めの言い方のものも、作ってみました。そちらがどう売り上げに影響するかという実験を行いました。で、結果がまあこちらなんですけれども、ご覧の通り、多いお茶が、ダントツ人気ということで、呼びかけ後の強弱が見事に顧客購買率に強く反映されているということが分かりました。というわけで伊藤園さんが作っておられるお茶、この多いお茶というものは実は素晴らしく最適化された呼びかけ後であったということがこの実験から分かりました。はい。で、こちらのグラフもちょっと分析したんですけれども、この得られた近似曲線から以下の顧客の反応と特性方程式を得ました。で、これを、まあ、我々の研究室でもオイチャーの方式と名付けまして、まあ、今年度末サイエンスに投稿する予定であります。はい。まあ、ただこれは、まあ、これだけでは多いという、有用性はこれだけでは不十分ということで、次はですね、我々の研究室は、人対人の、統計データを集める必要があるということで、続いての実験がこちらですね。で、大井磯の野球しようぜに見る中島磯野の3ヶ月測定というものを調べておるんですけれども、まあ、実験内容としましては、まあ、中島に、まあ、磯野に対して、まあ、様々な呼びかけ語で、まあ、週、まあ、1000回の勧誘を行ってもらって、まあ、磯野の参加率を調べるというものが、この実験の内容になります。はい。で、呼びかけ語の、種類なんですけれども、こちらですね。まあ、多いから始まりまして、遠い磯野、遠い磯野、遠い磯野、濃い磯野、多い磯野という、まあ、10パターン、用意させてもらいまして、結果がこちらです。はい。やはりですね、なんと、多いお茶は、なんと 100%、まあ、絶対に来ると、活動は絶対に来るということが、この実験から判明いたしました。はい。で、まあ、この実験から何がわかるかというと、まあ、やはり磯野も多い反応していたということが、分かりました。はい。まあ、この2つの実験から最も効率の良い接客とは何なのかというのは、まあ、やはりですね、まあ、多い顧客お茶買おうぜという言葉が、まあ、最も、購買率を上げる接客語ということが、判明いたしました。はい。これはですね、AI 界で非常に注目される結果となっておりまして、こちらもサイエンスに投稿して、まあ、おそらく乗るんじゃないかなというふうに考えております。以上、花尾がお送りいたしました。ありがとうございました。質問ございますか？女性の方。英語表記っていうふうにおっしゃられたんですけど、実際のラベルはそのカタカナで表記されてるじゃないですか。はい。そのアルファベットでないところに何か意図とかはあるんですか？一応ですね、グローバリズムゼーションを叫びつつも、あくまで日本人に対応するというのが大事で、まあ、日本人と外国人の、まあ、ハーフアンドハーフというような見方が一番いいかなと思います。まあ、ハーフですね、いいとこ取りっていうふうにドミノピザとかでもよくこうハーフ&ハーフってあるんですけど、まあ、それと思ってもらえればいいかなと思います。はい。青学の伊藤ですけども、様々な環境下で大磯野の呼びかけ実験を行うっていうふうに書いてるんですけども、はい、具体的にどんな環境で実験するつもりでしょうか？ああ、なるほど。例えばですね、中島が移動しながら勧誘してくる場合を考えるという、まあ、ドップラー中島実験というのがあります。こちらですね、まあ、中島に近づきながらこうですね、まあ、いろいろなパターンにおいて、まあ、音の周波数を変えて、その参加率を調べるという実験を、まあ、考えております。はい。では以上で発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。